どうも長浜ひろきです。今日はただただ遊戯ですよ。かわいいアイドルの皆さんと卓球をします。イエーイ。私たちタチューフラムミユキアスティーダです。今回隊長がやってきたのはイオンモール沖縄ライカムにあるコラボキッチン。プロスポーツを観戦しながら本格料理が楽しめるビュッフェスタイルのレストラン。なんと店内には誰でも利用できる卓球台が。ということは今日はただ楽しく卓球をするっていう平和なロケね。いやただ卓球をするんじゃなくて卓球対決をして隊長が勝ったらこのお店の美味しいもの何でも食べていいです。全部食べていいの？はい。その代わり、私たちが勝ったらイベントの告知をさせてください。そういうことね。イベントの告知がしたいという彼女たち、実はプロ卓球チーム琉球アスティーダ公式アイドルのカチュン。今年1月にデビュー、県内のライブイベントに数多く出演し人気急上昇中。ということで隊長のグルメとカチュンの告知をかけた卓球対決スタート。ルールは1セット11点先取した方の勝利。隊長いきなり失点。これはカチュンの楽勝か。と思いきや隊長突然本気モード。相手がアイドルでも容赦しません。あと2点。隊長あと2点で勝利。そこでカチュンがハンデのお願いに。隊長には左手でなおかつ着席でプレーしてもらうことに。さすがに手も足も出ない隊長、カチュンの勝利。カチュンからの告知タイム。アスティーダフェスは参加して応援して体験してさまざまなコンテンツが盛りだくさん。例えば琉球アスティーダのホームマッチにスポーツ体験ブース、さまざまな飲食店が出店する肉王フェス、沖縄肉王グランプリや物産展。肉王フェスにはここコラボキッチンも出店しますよ。この牛カツをはじめとした肉料理が堪能できるわけですね。最高ずるい。さらにエンターテインメントフェスには歌手の島谷ひとみさんや私たちカチュンも出演する予定です。12月20日21日場所は沖縄アリーナ。ぜひ遊びに来てください。